スピンオフ企画、相方を驚かせろ、コンビ対マン A バトル。さあ、ありがとうございます。さあ、A ナイトのスピンオフ企画の第2弾でございます。コンビの方に来ていただきましてですね、対決していただくというコーナーでございます。今日対決していただくコンビはこの方々です。どうぞー。どうもー、まふじげんです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで、はい、数日前はあの生配信の方にね、はい、出ていただきまして、本当にありがとうございます。途中でも梅村くんが泣いてしまって、号泣でね、大変でしたね。泣いてないです。ここでってなりました。泣いてないですか。泣いてない。はい。ね、大丈夫です。もう今お探せの空くんも。ほんまに。すいません、お探せしております。ほんまにね、はい、そのことをこの企画で言ってたらもうとんでもない映画出てたところなんですけども。まや、確かに。このコーナーをね、この企画はその相方にまだ言っていない、はい。ずっと黙ってたこととか、はいはい、まあ、何でもいいんですけど、相方からすごいっていうのを引き出せた方の勝ち。はい、僕まだって言われたんですか。もしかしたら。いや、やばいですよ、ほんまに。もしかしたら。あれ以上とかね、いや、あれ以下でもええわ。もうあったらあかんよ。全部もう吐き出しといてくれ。吐き出しといてくれ。はい、いや、もう分からないね、それは。僕はでも前で全部吐き出したつもりなんですけれども。なるほど。はい、でもまあ、ちょっと残ってるやつをなんかね。はいはい。なんかこう探ってこうあれば、ちょっと言ってみようかなという感じは。すごいな。わかりました。はい。ということで、もうあの、ルールはね、簡単でございますんで。はい。発言する方がこのペンを持っていただいて、はい、喋って、喋り終わったらどうだって置いてもらう。なるほど。はい。で、僕が審判で、はい、どっちがすごい栄養をね、導き出したのかっていうのを最後決めていただきます。はい、要はもう内容は何であれ、もう、驚かしたらいいです。驚かしたらいい。何でもいいです。で、なるほど、制限時間は5分間。5分きっかり5分間、今からストップウォッチで測りますんで。はい。で、残り何分とか。はい。ね、今1分経過とか言っていきますんで。わかりました。はい。これで、まあ、別に連続でも梅村くんが喋ってもらってもいいし、交互でもいいし。はい。そうですね。はい。これを持っていって。あ、もう行ける時に行ったらいい。そうそうそう、はい、連続でもいいですよ。わかりました。はい、ということで、負けた方にはとんでもない罰ゲームが待ってますんで、わ、頑張っていただきたいと思います。いやさあ、それでは、はい、準備よろしいですか。はい、はい、ラフ次元のお二人に戦っていただきましょう。はい、よし、コンビ対マンバトル。はい、それでは行きましょう。よーい、スタート。よし、はい、お、車買ったやろ俺、新車で。 あれな、400万って言ってたけどな、ほんまは500万近くかかってるからな。だいぶ、どこにそんな金あった？400万台やっただけでな、ほぼ500万じゃん。嫁に200万借りたやぞ。すごいやろ。いきなりそんな、お前ぞ。すげえ。どこ行こうの時に、うん、俺が結婚発表して、うん、放送ではカットなってたけど、安友さんと俺の3人の LINE グループがあるっていうこと言ったやろ。言った、聞いた。そこで作戦練って、 その LINE グループで放送中に、まあ、梅ちゃんとは和解して、梅ちゃんもその LINE グループに入れようっていう話になったけど、未だに誰一人梅ちゃん入れようって言ってないから。なんでや、なんでや、言えよ。お前は言えよ。一回なんか梅ちゃんが入れてほしそうにしてますって言ったら、安代さんが入れようって言って、智子さんがでもまだ入れない方が面白いかもって言って、でもやっぱ入れてあげようってなって、俺が、あ、でもちょっと入れへんの面白いかもしれませんねって言ったら、10秒もせんちに智子さんが入れんとこって言って、ちょっとお前は入れようって押せよ。まだ入れへんから、なんてやねん。あ、おー、ほんだろな、お前結婚発表するだけしてな、なんか言うだけ言うてるだけやろ。おい、俺田崎さんとかみんながお世話になってる FMO の人らにな、ちゃんと連絡したからな。お前自分で言え。なんで俺が言わなあかんねん。一緒にびっくりしちゃった。ありがとう、ありがとうやないわ。言ってくれてたや。俺が全部、あ、まだあるわ。お前ほんで結婚おめでとう的なやつのみんながびっくりするツイッターあったやろ。みんながそれぞれつぶやいて、あれリプライばっか送ってたな。あれリプライばっかやったら他の人見れへんから、俺全部リツイートしてたら、お客さんが梅村さん相方のリプライを全部リツイートしてるから変な人やって言ってたぞ。なんで俺が変な人って思われなあかんねん。みんなに知ってもらおうと思ってたのに。2分経過。おい、おい、今日お昼ご飯食べてないからな。はぁ、なんやそれ、なんやそれ、あ、なんや、
年目ぐらいの時に、あの同期のみんなでちょっとコンパしようってなってコンパに行ったら、女の子が、私梅村さんと先月コンパしましたって、どんなんやったって言われたら、梅村さん会うなりなんか言葉遣いがなってないって2時間説教して全然思わなかったんですから。違う違うわ、そいつがな、同期のロングロングの長尾がな、一番あのコンパで主催やったのに、注文頼むときにタメ口聞いてたから、お前俺の同期を後輩やと思うなってコンコンと叱っただけじゃ。二度と来んなあいつ。同期のことを後輩みたいにやんな。おいおい、ちょっとこれはしゃれだらんけど、おい考えろこれ、これ長いからな、考えろよ。なんか雑誌の昔仕事してた時のあのスタッフさんいるやろ、女のあの人がなんかその連載が終わった後になんか連絡してきて、ちょっと飲みに行きましょうって飲みに行ったら、付き合ってくれませんかって告白されたからな。ちゃんと断ったけどな。俺前飲みに行ったよ二人で。そのこと。飲みに行った。そんな話聞いてない聞いてない。いや最近最近。そう。でなんか、ああ、そらくん元気って言ってた。俺と飲みたかったんちゃうんかい。なんじゃあいつ。俺と飲みたかったんちゃうんかい。残り すげえ。あ、怖い怖い。その子はでも、あのソラ君より梅ちゃんの方がかっこいいよって言ってくれてたぞ。それは嘘なんちゃうか。俺が無理やったから言ってる感じなんちゃうか。おお、ソラが無理やったから俺に来るやつな、今までな二人ぐらいおったぞ。仕事以外の人で何回か聞いたわ。仲良くなって連絡先交換して、ソラ君の連絡先教えてくださいって言ってきたやつ二人おったからな。残り20秒。おとつい二人目を作り出しました。先月からネイルに行き出してます。どうでもいい、どうでもいい。最近糖質制限したけど今日ラーメン食べたよ。終了。何やねんこれ、何やねんこれ。ちょっとこれ、ちょっとこれ大丈夫かな。大丈夫、大丈夫か な, 大丈夫か な, 大丈夫かな。俺は編集というのを知らんぞ。怖っ。はあ、怖い。今回の勝者は、そら。なんでやねん。おめでとう。なんでやねん、おい。いやー、やっぱすごかったね。ちょっとね、いろんな種類あったわ。びっくりした。そんなにまたこれ身削ってくれるんだ。いや、ちょっとね、そうあったんですよ。そのまあ、ほんまに、5年前ぐらいなんですけど。はい、すごい最近飲んだわ。これ大丈夫。同じ人かな。同じ人やと思うよ。あ、ほんま。うん、いや、大丈夫と思う。全然、全然。だって、いろんな、何種類か、その、そう、そういう仕事も僕ら3つぐらい持ってるんで、どこかは全く分からないと思います。あ、俺の見解は、その、だいぶ一番最初ね、で、あの、断られたから、その、いや、別にその、どっちも誘う、もともとどっちも誘う作戦だったんだよっていうので、はい、梅村も誘って中和させてるだけじゃん。あ、僕中和で飲みに行かせた。おい、全部おごったぞ俺。なんで俺から出さなあかんねん。タクシー代まで出したぞ。ボケ。もともとどっちも別に誘うつもりやったからっていう、はい、そうです。だから僕、ね、だからまあほんまにそんな素振り一切なく、うん、急な連絡があったんで、あれと思って、あ、じゃあ行きましょうって言って飲んでたら、うん、ちょっと どうです、その女性としてどうですかっていう、会話になって、いやちょっとごめんなさい、僕も実は会えているんでっていうことで、ちょっとすげえ、すごいな、そんなんねんな、そんなんあるんすね。大興奮だよ。大興奮で、大興奮して、何やねんこれ、何やこれ、そんな展開、何やこの大興奮やんな。
さあ、ということで、はい、負けてしまった梅村くんは罰ゲームでーす。最悪や、最悪や、何これ。罰ゲームは、はい、スーパーしっぺ。何それ。スーパーしっぺ。とんでもないしっぺ。腕もげる。で、今日はじゃあ選べますよ。僕か、はいはい、空か。まあ、どっちでも、ほんまに。ちょっと、一回どんな感じか。しっぺの。あ、素振り。はい。スーパーしっぺの。俺。はい。こうだ。はい。どういー。もげてない。どういー。どういー。もげてない。空の。もげた。空の。空の。スーパーしっぺ。にゃーん。あ、ちょっと。嘘やん。嘘ついてるやん。なんなん。なんやねん。やそれや。どっちがほんまやろ。わあ、いや、じゃあちょっと痛くなさそうやったんで、空で。なるほど。はい。わかりました。じゃあ前で。はい。はい、腕まくって。そうやな。そうやな。わわ。いいやね。最悪や。怖い。よっしゃ。わあ、怖い。さあそれでは行きましょう。スーパーしっぺ。わ。罰ゲーム。はい。お願いします。にゃー。ちょ、ほんまにやってどうすんの。